経験も憎悪も回帰。始めるか。僕はオールマイトとの戦いに敗れ、特殊刑務所タルタロスに送還された。負けたよオールマイト。しかし君は間違えたよ。先生というのは弟子を独り立ちさせるためにいる。だが君は戦いの果て弟子に寄り添う道を選んだ。頼りにしてきた死が手の届かぬ場所へ去り、彼は憎悪を募らせる。彼は真に戦闘を歩んでいく。仲間もいる。仲間を増やす術も学んでいる。大丈夫だ、死柄木弔。経験も憎悪も開墾も全てを糧としろ。次は君だ。先生がいなくなった。オールマイト、あのゴミのせいでこの腐った世の中を俺は絶対に許さない。残り火は消え、平和の象徴は死んだ。終わりの始まり、次は俺たちだ。仮面試験とやらに潜入すれば。始めるか。トガです。イズクくんのいる雄英高校に来てみました。どうやら仮面試験に向けて特訓中らしいのです。イズクくんとまたお話ししたいな。でも見つかったらダメですから、そろそろ離れないとですね。仕方がないのです。イズクくん、またね。全く生きにくいです。生きやすい世の中になってほしいものです。どこ見て歩いてんだクソガキ、ぶっ飛ばすぞ。あれれ、もしかして私絡まれてる。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。よろしくです。空気バリバリ同じになりたいな。できました。まかんかい。痛い痛いわ。切り刻んじゃうね。頑張って。やれ。そんな気がしいで。よく切れまくって。ほんま、どういうことだ。不利なんや。椅子だけが。バカ。ゾワ。お調整。うちの島や。バカ。強くなりたかった。ウィン。ぐちゃぐちゃのボロボロ名人。すっきりなのです。いい運動をしました。あ、そうだ。素敵な遊びをひらめきました。仮面試験に参加しちゃえば、イズクくんに会えます。思い立ったが吉日です。早速どこかの高校に。と、そういえば戸村くんが遊泳に並ぶうざい高校の話をしていましたね。確かあんな感じの制服の止血高校。仮面試験会場に潜入しました。始めるか。止血高校の女の子の血を手に入れたので、仮面試験に潜入することにしました。素敵な遊びの始まりです。イズクくん、どこかな。さっきは我慢したので、いっぱいお話ししたいです。ん、なんだかあっちの方が騒がしいですね。あれはイズクくん。なんだか少し上の空でもかっこいいです。血が出てればもっと。それより今行けば二人きり。早速アタックです。
当たった。ダメですよ、ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。かっこいいね。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。消える個性だと思ってる？私はただ隠れてただけよ。これは技術。相手の目と耳から私の存在をそらすの。その瞬間、息を止めて何も考えず、潜む、紛れ、何も考えずが難関よ。コツは訓練を訓練と思わないこと。ここは超勝負。オラ！割といかんよ。よいしょ。連合曲げてこい。注意変化球。ホップ。上から。それでも救え。幻覚ドラ。よっ、いける。ごめん。僕は諦めない。やっぱ調子さく。マジ好奇ふんぬん。超セミよいしょ。ヒーローに。あなたはなんでヒーローを志してる？名誉？誇り？誰のため？あなたのことがもっと知りたいな。いたぞ！雄英と止血か。数ならこっちが勝ってるんだ。まとめてやっちまうぜ！せっかく二人だったのに学生さんたちに邪魔されてしまいました。ここでバイバイと見せかけて、今度は助けに来たお茶子ちゃんになりきって、いずくくんにアタックです。大丈夫？こっちに早く。足場が落ちる。いずくくんと二人っきり始めるか。ありがとう。ごめんね、下手こいた。いや別に、そんな。それより、ひょっとして止血の人ですか？気づいて助けたってことは、逆に利用しようとしたの？そこまで頭回ってません。でもよかった、結果的に。うららかさんじゃないならなおさら浮かんだりできないから。あのまま落っこちてたら確実に背中を痛めてた。なるほど、それが君の理由なんだね。もっと教えてほしいな、君のこと。君は誰でも助けるの？教会は何をもって線を引く？デク君、大丈夫？また邪魔ですか。仕方ないです、今度こそ撤退です。いいとこだったけど、残念。本当に本当にもっと話したかった。でもこれじゃあもう無理ね。残念。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。試験も終わり、素敵な遊びは終わってしまいました。いずくくんの血を手に入れることもできたので満足です。トムラくん喜ぶかな。ここは窮屈だよ、オールマイト。始めるか。ここは窮屈だよ、オールマイト。世間はギリシャ神話になぞらえ、ここをタルタロスと呼ぶ。奈落を表す神の名だよ。さすがの僕も神への反逆となると一苦労するだろう。貴様は何がしたい？
何がしたかった。聞いても納得などできやしないくせに、分かり合えない人間ってのは必ずいるんだから。同じさ、君と同じだよ。君が正義のヒーローに憧れたように、僕は悪の魔王に憧れた。シンプルだろう。理想を抱き、体現できる力を持っていた。永遠に理想の中を生きられるなら、そのために努力は惜しまない。ならばなぜ後継など。君がそれを聞くか。面白い。君が全て奪ったからだろう。僕の体を見ろ。終わりがあることを知れば人は託す。みんながやってることを僕もしようとしてるだけさ。今度は僕の番だ。話をしたいんだ。もっと、そうだな。世間は君の引退にかなり動揺したと思うんだが、様子はどうだ？外の情報はお前には教えない。残念だな。きっとこうかな。今頃メディアはヒーロー社会全体の団結を訴え、一方でヒーローを支持しない者が行動を起こし始める。仮に僕が描いたシナリオが正しく機能しているとして、原因は全て君の偽りの姿と引退なわけだ。今後君は人を救うことかなわず、無力さに打ちひしがれながら余生を過ごすと思うんだが、教えてくれないか。どんな気分なんだ。貴様だけが全て分かっていると思うな。貴様の考えはよく分かっている。お師匠の血縁である死柄木に、私、あるいは私と少年を殺させる。それが筋書きだな。私は死なないぞ。死柄木に私は殺させない。私は殺されないぞ。貴様の思い描く未来にはならない。貴様の未来は私が砕く。何度でもな。貴様こそここで指を加え、余生を過ごせ。余生ね。どいつもこいつもゴミ箱。始めるか。オールマイトが朽ちてから半月が経った頃、勢力拡大を狙い、俺らは各地に分散し、仲間集めに奔走していた。なんだてめえ、気持ち悪い顔しやがって。何見てんだ、殺すぞこら。雑魚か。異性だけのチンピラをいくら集めたところでリスクが増えるだけだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。さてどうする。燃えとるって。鬼らしく一体は。どうせ燃えるぞ。とっとと行け。燃えとるって。ふざけんな。熱いやつや。特殊追い詰めてやる。よせ。燃えとるって。ふざけんな。ほんと綺麗。熱いやつや。燃えとるぞ。気はあかん。やるぞ。まあ燃えとるって。めっちゃハイになる。やつやつや。うざってえな。ほんまあかんて。やるな。強くなりたかった。ウィン。ゴミなら。アメイジ。俺らが求めているのは経験豊富な少数精鋭。いたずらに力を振りまくチンピラ、これはいらねえよな。
せろ。ゴミならせめて燃えて俺の薪となれ。ギランから電話。始めるか。大事なのは自分が誰なのかよく知ることだ。自分がどうなりたいのか、どうしたいのか、それがとても大事なんだ。物思いにふけてるところに一本の電話。なんだよギラン、元気でやってるか。ああ元気だよ。忙しすぎて嬉しい悲鳴さ。闇市場の需要が倍増してね。ヴィラン連合、今じゃバカどものカリスマだぜ。ところでダビと連絡がつかない。お前知らないか、死柄木が一旦集まりたいらしい。それはよかった。よくねえ。黙ってろクソ。ダビなら知ってるぜ。知らねえ。勝手に喋るな。オーケー、だいぶ来てるな。無理はするなよ。俺は忙しいんだ。暇だよ。うるせえ、勝手に喋るな。喋ってない。クソ、俺は俺だ。ダメだ、包まなきゃ。避ける、分裂する。包めば一つだ。おいおい、どうしたおっさん、いい気分になってんのか。俺らも混ぜてくれよなあ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。知ってるぜお前。バトルだ。器用だろ。この手だ。おら、おら、黙ってろ。めっちゃハイになる。びっくりするぜ。閉め、いいぞ。なってるか。危ねえぞ。くらえ、やっとこい。かっこいいだ。はかるぜ。強くなりたかった。アメイジング。同志を集めるためヴィラン連合は今各地に分散している。俺が探しているのは同じようにイカれちまった人間。さっきみたいな連中じゃない。俺も昔は楽しく悪さをしたもんだ。思いにふけったついでだ。少し昔話でもしよう。これは一つを二つに増やすシンプルな力によって。始めるか。俺の個性は二倍。一つを二つに増やすシンプルな力だ。自分を分身させ、また分身させ、分身たちに何でもやらせて、俺は俺たちの王になった。だが俺が本物だ。お前は偽物だったんだ。うわぁ、やめろ。やっちまえ。俺はお前だ。俺に指図するな。お前が指図するな。お前は俺だろ。ファイナルラウンド、レディー。俺ら落ち着け。まずは話し合うんだ。いいや、俺には自分の意志がある。でもかっこいいだろ。よく君が自分を増やしたのは失敗だったんだ。油断か。この手だ。俺なんで忘れてたんだ。これが自分じゃないか。死ぬかも。びっくりするぜ。危ねえぞ。
初級編だ。やっとれ、うい、それやれね。しゃあ、いたかに、ね、なってるさみか、うい、あ、しゃあ、けいおう、こんなイカれた状況が1週間と2日続いて、俺たちは殺し合い消えた。以来俺は俺が本物なのか確信が持てない。分からなくなっちまった。イカれちまった人間に居場所はねえ。俺が探しているのは同じようにイカれちまった人間。お、居場所を求めさまようイカレ野郎。よし、どうしよっかな。お、見つけたぜ。居場所を求めて始めるか。全ては巡り合わせだったのかもしれない。俺が死柄木のとこに向かう途中、奴に出会ったのも。まあ、未来は一つじゃねえとか言う奴もいるが、俺は一つであるとありがてえけど。無理無理、やっちゃったから、もうやっちゃったから。俺たちは一人じゃねえんだよ、チームレザバーダックス。何見てんだお前。ぶっ飛ばす。病人どもが。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃないんだ、怯えろ。壊して、この後一体は無駄だ。触った触れるぞ。強制。いいから邪魔ばかり。おりゃ、来るんじゃない。どうや、この門や。先に手を出したのはお前らだ。余計なバカだ。怯えろ。めっちゃハイになってきたわ。いい壊して、強くなりたかった。ウィーン。ああ、来た。エクセル。これだから嫌だ。大の大人が何人も揃って小さなコンビニのレジを盗むだけ。普通これだけ集まればもう少し大きな目的を持つと思うが。病気だよお前ら、病気は治さなきゃ。ヒーローが来る前にとっととズラカリアショーや。オーバーホール。病人ばっかりだ、どいつもこいつも。一人の子供、始めるか。少女、かつて突如として人々にもたらされた謎の変異。一説では未知のウイルスがネズミを介し世界へ広がったと言われているが、明確な論拠はない。あれは絶縁した俺の娘の子だ。あのバカ、子供を捨ておった。旦那が死んだ。この子は呪われてるってよ。触れようとしたら消えちまったらしい。能力の詳細も使い方もわからねえ。本人に自覚がないんだと。だが消滅したってところ、チサキ、お前に似てる。世話ついでにあの子の個性調べてあげてくれや。そういうのお前得意だろ。俺と似てる、とんでもない。これは修復だとか直すとかそういう次元じゃない。巻き戻す個性。こいつは恐ろしいな。
人この計画が実現すれば始めるか。おめえ、俺に黙って新しいしのぎ始めたろ。薬には手出すなと言ったはずだぞ。おめえが拾われた恩を返そうとしてんのはわかる。だがやりすぎなんだ。おめえはいつも俺の道から外れたことはすんじゃねえよ。理想を並べるだけじゃ死にゆく一方だ。なんでわからない。親父、本当は何も考えてないだけなんじゃないのか。ヤクザが再び裏社会を治める。まあ現実味のない話ではありやす。必ず実現してやる。俺は確信した。この計画を実現すれば親父もきっと。そのためにも俺の手足となる駒を集める必要がある。はあ、組に入れって。そうだ、思う存分殺し合いのできる場を提供することを約束しよう。いいマスク野郎だな。ただしこの俺に勝てたらの話だがな。穏便に済ませたかったがそうもいかないようだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃない。壊して、こっからよ。触れるぞ。ここから。無駄だ。先に手を出したのはお前らだ。ぐそ、壊しに行った。なくなれ。余計なマネを。余計なマネを。お前強いな。おら、やこら、触った。気に入った。怯えろ。無駄だ。なくなれ。なくすけよ。まだやれ。ウィーン。アメーズ。俺は死んだはずじゃ。勝敗は最初から決まっていた。おとなしく組に入ってもらう。俺の言うこと以外は好きにしていい。その後も俺は駒になりそうなゴロツキどもをスカウトし、組の勢力拡大を進めていった。この血清と弾があれば始めるか。俺の考えが成功すれば八斎会は必ず。そんな中、親父からの呼び出し。まずは研究過程で生成した未完成品をいくつか世に出す。欲しがる者が必ず現れる。飢餓感を煽ったところに完成品を高値で裁く。個性を完全に消滅させる代物だ。そしてある程度出回ったら個性を復活させられる血清をちらつかせる。ヒーローサイドにはその血清を、ヴィランサイドには銃と弾を。エリの肉体が元である以上、独占体制で市場を支配できる。そうすればヤクザが、この八斎会が再び日本を裏から。キサキ、ダメだと言ったはずだ。あの子を人を何だと思ってんだ。うちの考えに背きてえなら、おめえもう出てけ。違う、拾ってくれたあんたに報いたいだけだ。いいから黙って見ててくれ。親父は恩人だ。英雄気取りの病人だ。親父を隅へと追いやった。計画が軌道に乗って俺たちがでかくなったら修復するよ。楽しみにしててくれよ親父。
お前と話がしたいイカレ野郎を連れてきて。始めるか。仲間集めの最中に出くわしたイカレ野郎は死柄木と話がしたいらしい。感じ悪いやつだが、ヴィラン連合の力になると思った。俺は面接会場へ連れてきた。とんだ大物連れてきたな、トゥワイス。こいつ、先生に写真を見せてもらったことがある。いわゆる筋者、死へ八歳か、その若頭だ。大物とは皮肉が効いているな、ヴィラン連合。単刀直入に言おう。俺の傘下に入れ。お前たちを使ってみせよう。オール・フォー・ワンが消失した今、俺が次の支配者になる。うちの先生が誰か知ってて言ってんなら、そりゃ挑発でもしてんのか。次は俺だ。計画はあるのか。計画のない目標は妄想という。目標を達成するには計画がいる。そして俺には計画がある。今日は別に仲間に入れてほしくて来たんじゃない。帰る。ごめんね、極道くん。私たち誰かの下につくために集まってるんじゃないの。私たちの居場所は私たちが決めるわ。先に手を出したのはお前らだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃないんだ。この辺りでゲットアップ。ガラジャネいいのか。いって、わくれるぞ。ガラジャネして、余計なあれを。ショータイムだ。派手に見せる。こっちだよ。先に手を出したのはお前らだ。泣くなれ。いって、まだショーは終わってねえ。無駄だ。余計なマネを。ここからが見物だ。イリュージョンはお好みか。頂戴するぞ。おわしとガラじゃねえって。まだショーは終わってねえ。ついいいのか。KO！ 傾き切れなかった。ウィーン、アメイジ。こいつやべえ。俺の圧縮で閉じ込める。個性が発動できない。触るな。こいつ、マグネとコンプレッサー。始めるか。トゥワイスがスカウトしてきた八歳界の若頭がマグネを殺し、コンプレスの腕を消し飛ばしやがった。これ以上勝手はさせない。触れたもんを破壊、もしくは分解するってところか。俺と似た個性を持ってやがる。コンプレスの個性が発動しなかったのは気になるが、今はあいつを抑えるのが最優先だ。やはり来たか。立て。若頭のため。こいつどこから湧いてきやがった。邪魔だ。雑魚ヤクザに用はねえ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。痛いだ。とりあえずスクラップしてやれ。どうなんやねん。なんで思い通りにならない。俺が変えてやれ。うらっ。こんなことして崩す。
希望を摘み取れ。じわじわ組んだ。いや、取り合って握りくさま。死ね、ボケカサ。ウィン。アメージング。危ないところでしたよ、オーバーホール。一発外しちゃいやした。しかし速攻性は十分でしたね。なるほど、花からそうしてるよ。幾分か分かりやすかったぞ。穏便に済ましたかったよ、ヴィラン連合。ちょうど死体は互いに一つ、キリもいい。頭を冷やして後日また話そう。腕一本は負けてくれ。トムラ君、私刺せるよ。刺すの。ダメだ。責任取らせろ。すぐにとは言わないが、なるべく早めがいい。よく考えてみてくれ。自分たちの組織とかいろいろ。冷静になったら電話してくれ。私は私のやりたいように生きやすいよね。始めるか。世の中はなかなかに不自由で、つまらない冗談ばかりなのだと思うのです。マグネイが殺され、トムラ君が何を思ったのかは分かりません。そしてまた今日も八歳会と協力するだって。あちらの計画には十分な旨味がある。トガとトゥアイス、今日からお前らはヤクザだ。何が旨味だよ。冷徹ぶりゃリーダーか。感化されちまったか、あのマスク野郎に。トガちゃんもよ、なんとか言えよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。つまんねえ冗談。面白えよ、しがらき。私にとって連合は気持ちがいい。私は私のやりたいように生きやすい世の中にできるものにはしてみたいと思うのです。それ解体だ。やってくださいよ。希望を摘み取れ。痛かねえ。なんで思い通りにならない。うっくっ、ちれひしゃげろ。スクラップにしてこれしよう。うらっ、刺されました。死ぬかも。面白い、削り取れ。ここで死ぬ。握りくる。なんで思い通りにならない。俺が変えてやる。ここで一つに。ウィン。アメージング。仲間がやられたんだぞ。あいつは俺が不用意に連れてきたんだぞ。俺だって人間だぞ、しがらき。トムラ君にとって私たちは何でしょう。そうだな、俺とお前たちのためだ。俺はお前たちを信じてる。エリ、わがままは始めるか。逃げ出したエリを追っていたら、初めて見るヒーローに出くわした。面倒なことに余計な詮索をしてくる。これだから英雄症候群の病人どもは。ガキに逃げられた。探せ。エリ、誰か、お願い、誰か。
かったよね。ダメじゃないか、ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリ。行かないで。あの娘さん怯えてますけど。余計な詮索をする病人に無始めるか。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか。実は最近エリについて悩んでいまして、何を言っても反抗ばかりで。難解ですよ、子供は。自分が何者かになる、なれると本気で思ってる。なんだ、もうダダは済んだのか。え、あの、エリちゃん。いつもこうなんです。すみません、悩みまで聞いてもらって。ご迷惑をおかけしました。ではお仕事を頑張って。最近の若者は一段と病んでるな。すみません若頭、ちょっと目を離した隙にそのガキが逃走しやがって。使えない駒は消えろ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃないんだ、無駄だ。待ちなれ。なんじゃ、狭いか。吹き飛ばす。壊してた。見えだ。何せ。無駄だ。飛んだるか。さあ。もうよせよ。来た。でしゃばんな。壊してやる。お前も世界も。怒らす。狭いか。ほら。ハムカノンサイズ。このタコが壊してやる。お前も世界も。ノキャ消え去れ。いや、やらせてくれ。薄ぎたないゴミが。このタコが。このタコ。ウィン。プロの、プロの用意をしろ。掃除もだ。エリー、わがままはもうよせよ。お前は計画の核なんだ。オーバーホール、電話。ヴィラン連合、死柄からだ。この前の返事を聞かせてやる、と。よ。今までみんな始めるか。コマはいくらでもいる。エリが脱走するとは思いもしなかったが、次は思考を変えてコマを用意するか。エリちゃん、エリちゃんのためにいっぱいおもちゃ買ってきたよ。エリちゃんこういうの好きでしょ。大丈夫大丈夫、何もしないよ。怖くないよ。ちょっとくらい気を許してもいいんだからね。じゃねえと今度は俺がバラされちまうんだよ。お前が次の世話役だ。逃げ出そうと思わせるな。飴を与えておけ。エリにとって信頼できる人間にお前がなれ。つってもガキの金銭はわかんねえや。それじゃあまた来るね。バイバイ。違う、全然違う。今までみんなあんな風に触れてくれたことなんてなかった。で、優しかった。
赤頭と話をつけに向かった先で始めるか。死へ八歳会と話をつけるため、奴らの指定した場所で使いのヤクザと落ち合うことになった。時代遅れのヤクザがうじゃうじゃいるな。おい、そこのガキ。俺らの島で何やっとんじゃ。殺すぞ。たく迎えに来るんじゃねえのか、雑魚ヤクザが。暇つぶしに遊んでやるよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない、クズ。面白い、削り取れ。クラップにしてやれ。手渡すんだ。じわじわ来んな。なんで思い通りにならない。固くはうんざりだ。逃げるクザは。とりあえず希望をつみ取れ。どうなんやねん。やったぞ。くっ、とりあえず逃げるクザ。スクラップしてやれ。クズさ。それら、なめとんのか。なんで思い通りにならない。俺が変えてやる。たくお。アメージング。無駄な争いをさせてしまったようだ。申し訳ない。ところで先日の電話の件、本当なんだろうね。条件次第でうちの傘下に入るというのは。都合のいい解釈をするな。まず傘下にはならん。俺たちは俺たちの好きなように動く。五分、いわゆる提携って形なら協力してやるよ。もう一つ、お前の言っていた計画、その内容を聞かせろ。自然な条件だ。名を貸すメリットがあるのか検討したい。もっとも、こいつが関係してんだ。こいつを打ち込まれた直後から、ミスターコンプレスは、個性がしばらく使えなくなった。なんだこれは。これで何するつもりだ。教えろ。断りを壊すんだ。若頭から、個性を消す銃弾と個性を復活させる結成を使ったヤクザ復活計画の全貌を聞かされた。ガキの血液から銃弾を作る、落ちたヤクザらしい計画だ。次に人員の話だが、トガ、ブバイガワラをうちに入れる。好きに動かれちゃこちらも不安だ。便利なやつばかり。動きはそぐってか。うちの要だそいつら。そんなにやれるか。信頼を築こう。今はまだ遺恨を残している。こっちは計画の全貌を差し出したろう。次はそっちの番だ。ところで、将棋を指したことはあるか。ヴィラン連合から来たトガとトゥアイスか。から来たトガとトゥアイスか。始めるか。信頼なんてものは便宜上、駒は手に入れた。あとは丸め込み、どちらが上かをはっきりさせるだけだ。上からの命令で仕方なく来ました、トガです。久しぶりだな、鳥野郎。てめえ絶対許さねえぞ。よろしくお願いします。
遅れてすいません、オーバーホール。念のため、一番遠いルートで来させましたんで。ヴィラン連合か。いいな、喧嘩しよう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。マグネの剣を使うか。俺も彼を殺したくはなかったんだ。恨む気持ちもわかるが、協力関係となった以上、計画遂行に助力してほしい。マグネは彼女だ。最初に会った時もそうやって上っ面作ろってたな。で、何したらいい？止めてみ。君の物同様、我々の指示に従うと彼らは。そのためにもまずは個性の詳細を教える。情報交換、もしもの時、連携を取りやすいようにしておきたい。もしもの時なら、もしもの時に教えます。あなたたちまだ好きじゃないの。なんだこいつ、仲良くなれるわけで。よろしくお願いします、兄貴。やった、逃がさない。上から KO。 残念、本当に。ウィン。いきなり襲いかかってきやがって、なんだこいつ。あー、ダメだ、やっぱダメ。なってないね。決めたね。感じ悪いもん。個性教えてやんねー。あらゆるものを2つに増やす。そのために必要なのは明確なイメージ。イメージが不完全ならゴミが増えるだけ。人で言うなら身長、脅威に足のサイズ、多くのデータが必要だ。しっかり見て、しっかり測って、初めて1つを2つにできる。一身上の都合により、俺は俺を作れないが。なんで？違う、これはいつもの俺じゃない。なんで喋っちゃうんですか。秘密にしている私がバカみたいです。血を取るとその人に変身できます。コップ一杯でだいたい1日くらい持続します。一度にいろんな人の血を飲めば、それだけいろんな人に、服も含めて変身できます。もともと着てる服と重なって肌感冒にならないといけないから恥ずかしいな。もう一つ教えてくれ。死柄木から裏切りの予定を聞かされたか。いいえ。オッケーだ。これから八斎会の一員として迎える。だが手配犯のお前らを自由にさせるわけにもいかない。指示のない限りはこの地下の居住スペースから出ないよう頼む。病人どもが始めるか。病人どもが嗅ぎつけていることは知っていた。駒を揃え、そのための準備もしてきた。俺の計画は誰にも邪魔させない。相手は仮にも今日まで生き延びた構成員。くれぐれも気を緩めずに各員の仕事を全うしてほしい。今見つかるわけにはいかない。すいません親父、うるさくなりそうだ。だんまりか、駒の分際で。さっさと足止めに行け。俺たちが惚れたのは組長だ。人の命を何とも思わねえ頭なんざ、誰もついていきやしねえ。王を生かすのが貴様らの存在意義だ。面倒だが見せしめも必要か。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ヴィランを取り込み、独断で組の意向に沿わねえしのぎに手つけて、やりたい放題だ。こんなもん、我の家のお体になったのも絶対に。このタコが先に手を出したのはお前らだ。泣くなれ。いや、やるぞ。次に壊してた。余計な真似を。来るんじゃねえ。こんなんじゃ覚悟せい。ついてねえ。ウィン。アメイ。おとなしくしてたら、
オーバーホールに命取られちまう。うわ、捨て駒なら捨て駒らしく意地見せたら、ヒーローがなんぼらまんじゃい。今見つかるわけにはいかない。俺はここにいない。あいつらが勝手に暴れた。そういうことにしよう。そのために育ててきた駒だ。役立たずのせいで対局始めるか。駒に足止めを命じた俺たちは地下の奥へと潜った。騒がしいな。ちゃんと役に立ってるのか、あいつらは。クロノ、お前はこの対局どう見る？言いたかないですが、八斎会は終わりですね。組長と俺さえいれば八斎会は死なない。ほとんどの子分は組長派で俺の考えについてきやしない。俺こそが誰よりも組長の意思を尊重しているのにな。この完成品と結成さえあれば、俺たちを再び返り咲かせることができる。今回の件も神塚にとっちゃいい話のネタになる。ヒーローが恐れる薬、奴らの好む響きだ。喜んで出資してくるさ。というわけで、少しは働け出向組。いいデブと、いい悪味、いい始めるか。ヒーローを一人ずつ確実に減らすため、まずは邪魔なイレイザーヘッドへ奇襲をかけた。しかし、アットガムと赤髪の若造の邪魔が入り、その二人を別部屋に隔離することになってしまった。予定とは違う。あいつなら問題ないだろう。うわ、ひなか、何しとん。俺も先生かばおうとして飛び出しました。俺ならダメージねえと思って。そしたらファットに沈んじまって。まあしゃあないわ。それより気張っとけ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。剣化しよう。止めてみろ。やれ絶対。叩き落とす。おら、ワクワクするな。うら、うら、身も心も強めの行くぞ。連続で割れねえ。押していく。なんだ、すぐれろ。俺はまた。おい、ダメージ。おいおい、がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。やっと肩が温まってきたとこなんだから、もう一発行くぞ。割れたそばから固めてけ。あこいつ、デブをかばって、しかも耐えた。お前いいな。レッド、ええ男気見せてもらったで。矛盾で勝負、こっちの勝ちや。まだだ、殺し合いだ。まだ俺は死んでない。命を賭すことでしか生まれぬ力、そのぶつけ合い。お前らはよかった。特に赤髪、俺はお前が気に入った。タフすぎやろ、クソ。
脂肪も体力ももう使い切った。どないしたら。奥で応急処置ぐらいはできる。そのが、その男を手当てしろ。何がしたいねん。再試合をしよう。傷を治せ。次はちゃんと殺してやる。ちゃんともう一回やりてんだ、その男とよ。始めるか。鉄砲玉発砕臭を送り込んでから数分、地下を進んでいた俺の目の前に奴は現れた。あの時のすぐ来れるような道じゃなかったはずだが。近道したんで、その子保護しに来ました。事情が分かったらヒーローズラックは学生さん。根本、榊、相手してやる。お任せを。任せろ。何？急に平行感覚が。足元がおぼつかねえな。俺のだよ。だから下は歩かねえ。俺に近づくなよ。酔っ払いが映っちまうぞ。おい、どういう個性だ。透過発動中はあらゆるものがすり抜ける。口が勝手に。どこから湧いたかと思ったら。なるほど、それならミミックたちもスルーできるというわけか。物事を円滑に進めるためにエリさんを一度見過ごしたんだろう。そうだ、エリさんを見逃して自分が楽になりたいだけだろう。強制的に本心を語らせられ、全てを見透かされた気分はどうだ。止まって動けもしないか。そうだな、お前に保護されるなんてこの子は望んじゃいない。この子にとってお前はヒーローじゃない。行けよ邪魔者。時代遅れの天然記念。始めるか。やはり強化薬で無理やり個性を底上げするのは体力の消耗が激しいな。だが何としてもこいつらを先へ行かせはしない。我々もはや下道に落ちた。立ち止まることは許されない。また壁に分断され。ヴィラン連合。違います。今は時代遅れの天然記念物、極道者の戸賀です。悪者なのです。地下を動かす極道が伊豆くんたちを分断してくれたので、一人になったおじさんを襲いました。本当は伊豆くんと会いたかったのですが、と思ったら伊豆くんが自分から。ロックロック。偽物。
思いっきりの香りっていいよね。ぐちゃぐちゃのボレボレ。ちょっとか、ひみこ。トガ、そうだよ、トガです。覚えててくれた。また会えるなんて嬉しい。嬉しいな、イズクくん。イズクくん、ねえ、お話ししましょう。始めるか。うわー、嬉しいなー、イズクくんとお話楽しいね。イズクくん、もっと血出てた方がもっともっとかっこいいよ。イズクくん、さすに。ここまでだ、トガヒミコ。ここで仕留める。イズクくんとお話中です。邪魔しないでください。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。よろしくです。やっとスパスパッと日本刺し。効かんか。切れないですよ。よく切れます。加減はできない。何もできんさ、決算とかさ。退場するな。切り上げて。困りました。消されちゃった。うまいです。チュンチュン。可能性は問題だ。読み通りして、これで切り刻んじゃうね。やっつけます。やっ、舐めるなよ。引き出しです。やっ、抽選だ。機関さん、トロイ。ならないぞ。タイプまだ疲れる。読み通り。格闘だ。甘いな。死ぬか。ウィー。ぐちゃぐちゃのボール。好きな人とゆっくりお話ししたかっただけなのに。まあいいや、お名前覚えててくれた。許すか。ごめんね、イズクくん、ゆっくりお話できなくて。またね、先生。大丈夫だ。それより、トガヒミコはどこへ逃げた。出航してよかった。どんなヒーローがって。始めるか。ヤーコンがヒーローたちを分断したので、俺はラッパの兄貴と一緒にリーマンを襲うことにした。悲しいぜ、シガラキ。ワクワクしちまうよ。予測を立てて先手を打つ。幾人もの未来を見てきたからか、近接において私はそれらが人より少し早い。ラッパの兄貴、ヤクザ使えねえな。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。知ってるぜ、お前誰だ。お兄さん、ハゲか。びっくりするぜ。危ねえぞ。スライチ見せてみよう。あちょ、行け、聞こえます。レシキで行くぞ。それなってるか。諦めることなど意の上読む。やっとれ、やっちめ。予想よりこの手だ。おら、おら、スライチャー。ないな。ウ
ウィン。エクセレント。早いんだよ、壁が閉まるのが。あとちょっと遅れてたらやられてたぞ、ノロマヤクザ。協力してやってんだから、そっちも頑張れよ。見ろ、マスクが破れちまった。まずいんだよ、まずい。避けちまうよ。やった、俺が分裂する。しないさ、包まなきゃ。避けちまう。包めば一つでしたっけ。トガちゃん、付き合おう。君は悪魔だ。私たちはやり始めるか。極道のしょうもなさにはジン君も私も飽き飽きです。やっぱり自由でいたいです。自由になるために、さっき伊豆くんとのおしゃべりを邪魔してきたおじさんに手伝ってもらいましょう。悲しいね、ジン君。マグネー殺されて責任感じてるのに、それでも耐えて決めた通り協力してあげてるのにね。なんてこのイカレガキども。協力先がしょうもないと報われないね。どうせきっと寝たきりの組長さんがしょうもなかったんでしょうね。我々もコケにするもの許すまし。お前らも俺の個性擬態で地形ごとすりつぶしてやる。規制とともに壁が大きく動いた。そこが個性が消えた。レイザーヘッドに見られた。ごめんな、ヤコ。やっぱ好きにさせてもらうわ。バイ。エリー、始めるか。足止めは根本と榊が倒された。なんで来たらダメだよ、あの人に殺されちゃう。もう決して君を悲しませない。大丈夫、俺が君のヒーローになる。汚いな。戻ってこい、エリー。殺されちゃう。何度言ったらわかるんだ。お前は人を壊す、そう生まれついた。ダメ、やっぱり。聞かなくていい。いつも言ってるだろう、お前のわがままで俺が手を汚さなきゃいけなくなる。お前の行動一つ一つが人を殺す、呪われた存在なんだよ。始めるか。サキ！サキ、サキかい。気安く呼ぶな。その名は捨てた。病気は治さなきゃな、学生さん。ファイナルラウンド、レディー。よるべがねえならうちに来い、小僧。名前は？喋れるか？終わりや。今さらなぜ、俺を。草木かい。オンデルさん。その名は、捨てた。で、言ってて、吹き飛ばす。無駄だ。国が解体させられたら、肩も狭くなる一方だな。聞きたくない。わかりやすい。人の道からそれては強格しないよ、貴様。心のねえ下道に人はついてきやしねえ。お前、確信が必要なんだ。親父は俺の話を壊して。やるじゃないか。ハムカオ、下からやらへんに。お
壊してやる。お前も世界も粉砕する。いってて、つい、加減に強いね。いや、そっちで触るぞ。だって動け。ウィン。来た。この小型。ああ、壊れても支障はない。すぐに修復すれば蘇生できる。原型をとどめていなくとも元通りに直せる。その子は身をもって知っているはずだ。エリが傷を負ったらどうする。この状況下、治せるのは俺しかいないぞ。抱えたままじゃ10日で逃げられない。逃げ道は封じたが、まだ俺と戦うのか、学生さんよ。その個性もこいつを打ち込まれりゃ消えちまいやす。だったら体を隠して狙いをずらした。ヒーローのマントってカッコつけだと思ってやした。スリア戦オーバーホール。ヒーローがマントを羽織るのは、痛くて辛くて苦しんでる女の子を包んであげるためだ。ルミリオン、お前の始めるか。私が本音を問いただすと、人はいつも嘘をついていた。なぜ嘘で作ろうのか問いただすと、人はうろたえ、私から遠ざかっていった。私はただ信頼できる友が欲しかった。仲間になってくれ。お前がいてくれると心強い。執念、斧が痛みなど若の宿願に比べれば小さなもの。若さいれば八歳会は、若は私よ、共に歩まねば。若、撃て根本。中将、どこ。この弾の重みは八歳衆の中で唯一私だけは知っている。無駄撃ちはできない。同化するあの男に一発で当てなければダメだ。若が弾を放った時点でもう気づかれている。思考本音。エリちゃんも、もう君を悲しませない。もう痛い思いはさせない。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ついに成功しやした。これまでは数日で回復してしまう未完成品でした。効果を維持。これなら完全に個性を消滅させられる。お前らだ。ただ時間とコストがかかりすぎる。だよね。独学の神経の設備だからだ。しかるべき環境を整える。よいしょ。オールフォーワンが消えた今がチャンスだ。やるじゃないか。壊した。強いね。消え去れ。いや、下だ。まだいける。即戦だ。壊す。いってて、吹き飛ばす。無駄だ。なくなれ。やるじゃないか。先に手を出したのはお前らだ。余計なまま。ふわっと。ウィーン。エクセラン。笑えるな。救おうとしたその子の力で、お前の培ってきた全てが今無に帰した。何もこれまでの全て、何も無駄にはなってない。俺は依然ルミリオンだ。ヒーローになりたかったか、エリを助けたかったか、ルミリオン。すべて汚らわしい現代病だ。お前のようなやつを治してやるのさ、エリの力で。サキー！
その名は捨てたと言ったはずだ。仲間。英雄召喚始めるか。個性が消された。イレーザーヘッド、いい加減に。個性を消した。このまま畳みかけろ。起きろクロノ。長身が刺したものは動きが遅くなる。二人まとめて串刺しにしたつもりでしたが、さすがヒーローだ。瞬きが止められない。クロノは確実にやられていた。だがルミリオンは気づけなかった。俺がクロノの頭を修復しダメージを直していたことに。側近の二人、部屋近くにも一人、そしてボロボロの地先。一人でここまで。すごいぞすごいぞミリオ。くっそ、どいつもこいつも邪魔しやがって。俺も暇じゃない。先に手を出したのはお前らだ。なく私を壊す。吹き飛ばす。壊して無くなれ。切り上げる。こんなんじゃ逃げよ。いいから、邪魔ばかり。無駄だ。余計なマネを。僕は諦めない。触るぞ。歯向かう。粉砕する。それでも救う。速度を上げて倒せ。新しい技で。お前も世界も。どうしよう。思いっきり消え去れ。おりゃ。思いっきり歯向かう。KO 修行か。ウィー。私にされてたまるか。なあ根本、嫌だよな。俺がこんなところで終わるのは。全ては無に帰した。始めるか。潔癖の毛があってな、触られるとつい頭に血が昇ってしまう。ここまでされたのは初めてだ。悲しい人生だったな、ルミリオン。エリに、俺に関わらなければ個性を永遠に失うこともなかった。夢にかかったままでいられた。永遠に失う。失ってなお粘って、そしてその結果が仲間を巻き込み全員死ぬだけなんてな。まずはお前からだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺に関わるな。近づいてどいてくれ。口出しだ。これなら俺の手を汚させないでくれ。お前は次足を使う。足は今つっかける。邪魔だ。負け犬が。まとめて
知らせる。ガチ。恐れろ、そこか。口出しだ。修行か。ウィン。アメイジング。無駄だ。お前じゃ俺を倒せない。こいつの相手は私がする。緑よ、貴様はルミリオンとエリちゃんを。了解です。こいつがルミリオンの使者。始めるか。個性破壊弾は完成していて、ルミリオンに使用したということか。それを隠すためにこそこそ逃げようとしていたと思っていたが、よっぽどルミリオンが怖かったか。どけ。相手をよく見て予測して動く。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。別段早いわけじゃないが、僕は。こいつらしか。くだらねえ。ヒッペガス。ミリオ。私を信じてくれて強くなったお前を。今はどうか。お前を守りたいものの無事を。ヒッペガス。諦めることなど今と読む。そこだよ。恐れろ、そこか。俺の手を汚させないでくれ。しつこいのか。下手の考えか。読む。近づく。くだらねえ。口出しだ。俺の計画は狂わない。エクセレント。見た未来は変えられない。見てしまった。私とミドリアが殺される未来を。いくら早かろうが単調な動きだ。お前は求められてない。とりあえず地上に出なきゃな。始めるか。私たちはこの空間から出るために地下から地上に向かって掘り進んでいました。早くこの息苦しいところから出たいです。お茶子ちゃんと勝湯ちゃんも来てたりしないかな。二人とも可愛いんですよね。また恋バナしたいな。恋バナって絶対普通じゃねえだろう。トカちゃん、俺とのエピソードは恥ずかしいから NG ね。おめえらよくも裏切りやがったな。私は済まされるぞ。せっかく楽しんでたのに。そんなだから時代遅れなんです。ミスター、頼んだぜ。ここはコピーのお前がリスクを負うべきだ。え、俺詰め込み言ったじゃねえ。片っ端からぶっ飛ばせる。ファイナルレディー。最初のマジック無念で。
なめとんのか。さあショータイムだ。派手に見せる。回収アザウル。バトル行くよ。アゾウこのチャンいってでやぼだ。出すんかい。アドリブだ。やっちゃうぞ。回収見破れよ。なめとんのか。アドリブこんなのタコか。イリュージョンはお好みか。最終任務だ。こじきんのよ。まだ巻くじゃねえ。くちゃくちゃや。ここからが見ものだ。しつけよ。このタコ。ウィン。やりましたね、ジンくん。ええ、ヤクザ倒したけど、ミスターのコピーも消えちまったよ。穴掘り用にもっと増やさないとな。トカちゃん、時間かかるけど待っててね。先行ってて。わかりました。私のせいで。始めるか。そうやってルミリオンにも粘られた。諦めない人間の底力は侮れない。だが死にかけだからこそ餌になる。お前のせいでまた死ぬぞ。これが望みなのか、エリー。私は望んでない。エリー、こいつ一人でこの状況なんとかなると思うか。思わない。ならお前はどうするべきだ。戻る、戻るから。エリにとって最も残酷。始めるか。自分のせいで他人が傷つくより自分が傷つく方が楽だ。戻るから。みんなを元通りにして。まだルミリオン一人の方が望みはあった。奴で芽生えかけた淡い期待が砕かれた。気づいているか。エリにとって最も残酷な仕打ちをしてることに。お前は求められてない。緑山、もう帰られない。見てしまった。私と貴様は殺され、エリちゃんの保護もかなわない未来を。チサキが逃げおおせる未来を。そうだとしても君は泣いてるじゃないか。誰も死なせない。君を助ける。どこまでも病人だな。お前らにもう勝機はない。こいつを見ればわかる。絶望に暮れ、先のない未来を悟るとき、人はこういう顔をする。奴の目にもう光はない。いい加減諦めろ。ドンキャー。ヒーローも極道も。始めるか。お茶子ちゃんたちが地下に落ちる少し前、私たちはジン君の個性で厚弘君のコピーを呼び出し、地下から通路を作ってもらい、地上へ出ることができました。見ろよトカちゃん、俺じゃないぜ。あっちの方、下ではオーバーホールが戦ってるだろう。そこにこいつらを誘導するんだ。トカちゃんの変身で。ジン君、
それならおちゃこちゃんとつゆちゃんとお話もできるし、ヒーローも極道もぐちゃぐちゃにできますね。私も賛成です。いずくくんの血があるんです。うららくさん、テクくん、小僧、お前の相手は俺だ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。デクちゃん、なんでここに。防衛を呼びに来た。あっちの十字路の真下にターゲットがいる。プロが戦って足止め中だ。火星を投げた。十字路、了解。食い込め、落ちろ。大丈夫かな、トマちゃん。バッチリ信じてるぜ。蹴る、キック、これで出せる。罪なく押していくと蹴りだ。おいしゃせい、連れて飛ばせる。叩きつける。蹴らせ、ついてねえ。アメージング。みんな指示通りに。ブラビティ浮かす、フロッピー移動手伝って、ねじれ、ありったけを渡しごと。ブルース・ウルトラ琉球、二人とも。テク君、あれ、じゃあさっきのテク君は。じゃあね、おちゃこちゃん、つゆちゃん、またね。地下におちゃこちゃんたちも投入して、ブルース・ケイオスって感じですね。服着なさい、おじさんドギマギしちゃうから。作戦は大成功です。どうかこの戦いの果てにヒーローも極道もぐちゃぐちゃのボロボロに。俺の計画がめちゃ、始めるか。エリが俺の手元に戻ってきた。厄介だったルミリオンとその死も倒れている。まだだ、まだこの計画は死んでいない。そう思った矢先、またヒーローどもが天井を突き破ってきやがった。いや、この開いた穴からエリを抱えて外へ出れば。させるか。しつこい。まさか。あれは俺の娘の子供だ。あのバカ娘、あの子は呪われてると言って捨ておった。ある日、旦那があの子に触れようとしたら消えちまったらしい。呪いなんかじゃねえ、ミューテーションつってな、類似しない個性がごく稀に生まれると聞く。世話ついでに、あの子の個性調べてあげてくれや。こいつは恐ろしいな。修復だとか直すとかそういう次元じゃない。これは巻き戻す個性。掴んだ。もう離さないよ。返せ。ファイナルラウンド、俺も暇じゃない。触れるぞ。ここか。返して引き上げれ。せーの、いいから。おいこ、ここをどけ。足を使う。僕の形を壊せる。邪魔ばかり。無駄だ。なくなれ。余計な真似を。それでも救え。壊して、なくなれ。余計な真似を。僕は諦めない。俺が次の支配者となる。こんなんじゃ、もうよせよ。来たそれでも救え。
歯向かうな。僕は諦めない。さあ修行か。上に逃げたか。くそ、だから触りたくないんだ。使い方も能力も教えてないのに。エリー、ダメだ。お前は俺のものだ。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ。まずい、また融合を。大丈夫だ。君たちが今標的にされることはない。奴は緑谷とエリちゃんを追って地上へ出る。そして緑谷を殺す。親父の宿願を果たす。始めるか。表紙で発動できたものの止め方がわからないんだろう、エリー。そのまま抱えていては消滅するぞ。触れるもの全てが無へと巻き戻される。呪われてるんだ。そいつの個性は俺に渡せ。分解するしか止める術はない。絶対嫌だ。折れる前に戻してくれたんだね。でも優しい個性じゃないか。エリちゃん、力を貸してくれるかい。ワンフォーオール、フルカウル、 100%。 お前もエリも力の価値を分かっていない。頂上という不運が起こる前の形へと巻き戻る。本人はそういう力が備わっている。個性因子を消滅させ、主として人間を正常に戻す力だ。邪魔くす、目の前の小さな正義だけの、感情論だけのヒーロー気取りが俺の邪魔をするな。お前の小さな女の子一人救えないで、みんなを助けるヒーローになれるかよ。ブラビット、リュウキュウ、私を、私と運命に向かってくれ。ここまでされたのは初めてだ。考えさせないぞ。飛べ、飛べ、お見逃せない。移動する、ぶちかめ、支配する。こっちだ。少しずつ利用する。
ここまでされたのは初めて。邪魔くせえ。たとえ無理だっても、エリの力で全て壊す。気づけ。なんでわからねえ。全部無駄なんだよ。ナイトアイ、デク君が殺されるって本当ですか？それが私の見た変えようのない未来。俺が夢見た変えてはいけない未来。計画が軌道に乗って、英雄気取りの病人どもを排除して、親父がヤクザが再び裏社会を治め、誰もがその名を聞くだけで恐れる。そんな未来がすぐそこまで、もう手は届いていた。だが、だが、これは…うちのこと、ヴィラン野郎と言われて喧嘩したんか。極道が仇に手出しちゃいけねえ。いけねえことだけどな、キサキ。メンツ守ろうとしてくれてありがとうよ。あの時の拾われた恩を。いろいろお世話になりました。始めるか。イズクくんが超絶パワーでオーバーホールくんを倒し、戦いは幕を閉じました。ヒーローと極道がぐちゃぐちゃしている間に、カクと呼ばれる女の子を横取りするつもりでしたが、そううまくはいかないものです。ですがオーバーホールくんは深手を負った。つまり病院へと搬送されるはずです。ジン君に言われて、トムラ君に電話をすることにしました。八歳会から最寄りの病院へはこの高速に乗るのが一番早いと。連絡ありがとね、トガちゃん。有能でおじさん頭上がんねえや。連絡はジン君の指示です。私はイズク君に見とれてたので、むしろそちらの手を煩わせてすみません。片方ねえけどな。しばらく警察の動きを見てましたので間違いありませんよ。核の子は手に入れられませんでしたが、オーバーホール君がこだわっていた薬の完成品がまだそちらにあると考えているのです。なかったとしても挨拶しておきたいでしょ。動画の連絡通り、オーバーホールを乗せた護送車が俺たちの前に現れた。俺らは捕まって身動きの取れないあいつをぶっ潰しに護送車を襲った。助けに来たってわけじゃなさそうだ。今度から襲撃するときはもっと上品にするんだな。高速区が外れてやがる。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。崩すぞ。これしよう。スクラップしてやれ。潰れろ。とりあえず握りか。これし解体だ。どうだ。
次の支配者になるだ。殺しに来たのか。いいや、お前が最も嫌がることを考えた。この薬さ、二箱あるけど、どっちが完成品？返せ。返すのはそっちだろ。あのな、オーバーホール、個性消してやるって人間がさ、個性に頼ってちゃいけねえよな。あ、言い忘れてた。将棋って要するに玉を取ればいいんだよな。将棋か、実に楽しかったぜ。組のため俺は全てを投げ打った。幾度も手を汚してきた。俺の計画は完璧だったはずだ。悲しい人生だったな、オーバーホール。ヴィラン連合に俺に関わらなければ個性を永遠に失うこともなかった。夢にかかったままでいられた。だが今回の一件で死へ八歳会は解体。その腕がなければ再建も不可能だ。なんせ腕がなけりゃ組長も寝たきりだろうからな。わかるか、お前が費やしてきた努力はさ、俺のもんになっちゃったよ。これからは加える指もなく、ただただ眺めて生きていけ。頑張ろうな。俺の努力も今回の経験もヒーローへの憎悪も過ぎたことへの悔恨も全てを糧としろ、トムラ。次は俺たちだ。それぞれ思惑や思想。何が次の支配者になる。